皆さんこんにちは。NFT ゲーマースプランです。今日はですね、ステップン、ステップネバー2のウィーク4が来たので見ていこうと思います。個人的になんでと思ったんで、その点も含めてちょっと見ていこうかなと思います。皆さんでぜひ一緒に深読みしていきましょう。はい。ちなみに、これスプラン、このステップネバー2の4週間にわたって予想もしてきました。 これ最初の動画でね、4週間どんなことが行われるかなっていうのを予想してきたんですけど、ほぼほぼ当たりましたね。はい、ウィーク2とか3はミントとかね、エンハンスあったんですけど、こんな感じでスペシャルスキンのスニーカーをミントしたり、あとはそれのエンハンスなんていうのがありました。そしてウィーク4が今回来ているこのコンスームエナジーですね。エネルギーを消費しましょうってことですね。まあ最初のスプランの動画だと、これ、 最低でも皆さん靴一足は持って歩くので、まあ、一足にエナジーですよね。なので、二エナジーをま、毎日歩いて、まあ、14エナジーぐらいは、ま、コンサンプションしてね、使ってねっていうことだと思ったんですけど、まあ、そうじゃなかったですよねっていうところがま、今回の内容になっています。はい、というので、ちょっと詳細を見てみましょうね。で詳細見ると、こんな感じで書いていますで。赤線引いてるところを見てみると、こんな感じで書いてますね。 これ、何っていうと、どっかのレルム、ソル、BSC、イーサリアム、このどこかで、毎日4エナジーを消費したらいいよってことですね。で、これ消費すると、こうやって、スペシャルスキンのね、この背景にある部分ですね。これ、アニメイティドバックグラウンドって書いてるんですけど、これをゲットすることができます。あとは、これ注意しないといけないのが、ここに書いてるんですけど、エナジービトウイン、 8am UTC to 8am UTC ですね。on the following day って書いてますね。どういうことかというと、この毎日歩きましょうというのの、毎日というのは日本時間の17時ですね。これが区切りになっているよということなので、17時から次の日の17時までに歩いてくださいね。4エナジー以上使ってくださいねっていうことになっています。 でね、で、ここまで来ると、ちょっと狙いというものを考えてみたくなるんですよね。で、これ、単純に歩いてくれるユーザーさんへ、このアニメイティッドバックグラウンドですよね。これをプレゼントするっていうのは、ちょっと普通すぎるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、これはね、もちろん、去年から続けているステップナーさんね、ステップをやってる人たちは、 もうね、本当になんか、ニーエナジーとかしか、靴一足しか持ってないんだけど、これなんかずっと続けてて、でもなんか運営さんが何もプレゼントくれないよね、エアドルくれないよね、みたいなことを結構ね、漏らしている。 ユーダーさんもいたんですよ。なんだけど、まあ、そんなことも、まあ、ちょっと運営は無視してきたところはあるんですよね。なので、まあ、そういった方に、ま、ちょっとプレゼントっていうのは、まあ、実際にやってみたっていうところあるのかもしれません。まあ、だけどですよ。ちょっと4エナジーなのが気になるんですよ。で、裏読みしてみると、この4エナジーってでも、ヘビーなステップユーダーさんにとったら楽勝すぎる内容じゃないですか。靴3足持ってたら、 ね、コモンの靴3足でも4エナジーなわけですよ。で、アンコモンとかね、レアとか持ってる人も多くなってきてると思うんですけど、そういう人たちなんて、なんか10エナジーとか、ね、すごい人は20エナジーとか、平気で歩いてるじゃないですか。で、それを3レルムやってる人とかもいますよ。なので、そういった人にはちょっと楽勝すぎる内容で、まあ、よほど先週とかね、先々週のミントとかエンハンスとかが厳しかったと思うんですよ。で、なんかそう考えると、なんかここもちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。ターゲットが、このヘビーなステップンユーザー、 で、もなないいねっていうところなんでですよでじゃあ、どこにあるかっていうと、多分、これ、4エナジー、まだない人ですよね。これは、コモンとか、アンコモン一足とかで歩いている人、このいわゆる、古参で、まあ、あまり今まで恩恵を受けてこなかった人たちに、ちょっと、4エナジーにしてもらうという、まあ、ちょっとね、買い足し需要を、まあ、狙っているんじゃないかなっていう、まあ、ちょっと、憶測ですよね。を、ちょっと、スプランは持っています。まあ、なんでしょうね、まあ、なんでしょう、今後の相場が、まあ、ビットコインとか、イーサリアムとか絶対上がっていく じゃないですか。そことかを、まあ、考えていくと、まあ、ちょっとね、こういうところ、まあ今後靴の価格も上がっていくよ、ステップアゲインですよね。グレートステップアゲインを、まあね、やっぱり、まあね、達成したいのかなぁなんていうふうにちょっと思って、なんかやっぱり続けてきてくれている人へのメッセージなのかなとか、まあ 1%, 1ぐらい思ったりします。まあ、絶対はないんですけど、まあ、ビットコインサリアムが上がってったら、まあ、そうなるよねっていうことかもしれないなと思っています。で、あとは、これ、歩いていない人も狙ってるんじゃないかなっていうのももう一個憶測ですね。で、これは、えっとね、歩かせることで活気を出すってことですね。で、なんかやっぱりこう、久しぶりに歩いてみたらどうだったってツイートする人がいたりとか、ね、やっぱり今まで歩いてなかったんだけど、歩いてみて、なんか歩いて稼ぐところを中心にしようね、みたいなことを思う人がいるってことです。まあ、多分、 なんか外からのこのトークンのね開発力とかでなんか GST とか GMT の価格がまあ左右されてしまうっていう面もやっぱりあるのでまあなるべくそこの割合をまあ外乱をね こう少なくしたいよねっていうところがまあ一つあるんじゃないかなと思いますまあ、あるいはなんかそういう状況が出てちゃんとこのトークンエコノミクスっていうのはこのファインドサトシラボが作っているところだと思うのでまあ、そういうところができてくるとユーザーもまあだんだん入ってくるよねっていうユーザー呼び込みを最終的にしていきたいそんな運営の意図がひょっとしたら入ってるのかもしれないねと思いますまあねなんかどれが運営の意図かわかんないんですけどまあ、ちょっとスプラン自身も今ちょっとモヤモヤしているんですよ、まあ、なので皆さん自身もね ちょっと教えてみてください。はい。で、まあね、ちょっと、まあ先週までの内容ね、これ、ステップネバー2のシューズですよね。これをゲットすると、まあ、なんかね、後々ニューゲームでいいことがありますよっていうことでした。まあね、ステップ2のエアドローとかガスヒーローのエンティのバッチかもしれないな、みたいなことを前回の動画での、ね、お話し,したんですけど、えー、まあなんかちょっとこことは関係性はないかもしれないなっていうのがちょっと今週の内容ですね。はい。で、そしたらやっぱりなんか、この話し方聞いてわかりますよね。なんかすごいも もやもやしてんですよでこれをね、やっぱ、オープンチャットに投げたんですよ。まあ、概要欄に貼っておきます。これ、LINE のオープンチャットやってて、いね、これ、なんか、本当に雑談みたいな感じでやってるんですけど、ね、やってみたら、未だムーブトゥーアン頂点にいるヨーンさんの狙い知りたい。 ね、本なんてことで、ヨーンっていう写真あげてくれたんですけど、これね、なんか石垣島にあるらしいですよ。沖縄のね、石垣にあるらしくて、このヨーンっていう、ね、写真が上がってきたんですけど、まあなんかそんな感じでスプラのオープンチャットまったりやってますので、ステップのお話したいなって方はぜひ、えー、概要欄の方から入ってみてください。はい、そんな感じでオープンチャットの宣伝ございました。はい、で、あとはね、もうちょっと真面目な話すると、スプラのメルマガですね。今後、このね、ブロックチェーンとかね、T ゲームとかが上がってくる中で、まあね、新 していく中で絶対にこの圧倒的知識とかあと稼ぎ方とか。 ま、この業界の裏話。なんかね、仲間の YouTuber さんが、もう100万円ね、盗まれちゃった話とか、そういう怖い話とかもね、含めて、ま、本当にリアルなところをお話しています。ね、現在、ま、多分ね、60通超えてんのかな ?3 ヶ月とか4ヶ月ぐらいはって、すごく内容になっちゃってしまってるんですけど、ま、ね、2日に1回ぐらいのペースでゆっくり読めると思うので、ぜひね、まだの方、完全無料で読めますので、読んでみてください。登録していただくとですね、この NFT ゲームスプランが2ヶ月で250万円足した方法。ま、これ、ステップンとか、ね のことも含んでるんですけどそんな感じの話とかまあ、あとはねなんかちょっといろいろなこうプレゼントとかをしていますのでえっとね、ぜひね皆さんこのメルマガ登録してみてくださいなんか怪しいレセールスとかねしてないのでぜひぜひよろしくお願いしますはい、あとはねスプランのチャンネルいつも楽しんでくださっている皆さんでも登録されてない方いるかもしれませんねスプランのチャンネル登録よろしくお願いしますあとねちょっとで3000人なのでじわじわと上げていきたいなと思っていますビットコインがじわじわ上げてくるところに 便乗してね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで本日は以上にしようと思います。動画まだの方、高評価、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。